日本の学校教員をしています。最近の教育現場への対応かつ少しのズレも許さない風潮の昨今、あれこれ AI が仕事をした方がよくねと感じます。人が教員をやる意味とは何でしょうか。やはりそんなものはないのでしょうか。まあなんか頭の悪い人たちが割と多いので、頭の悪い人間がずっと教え続ける方が、まあ、雇用も守れるし、それが当たり前だよなと思ってる人が多いってことだと思うんですよね。僕はYouTube とチューターでいいんじゃねえか派で、小学生が学ぶべきものとか中学生が学ぶべきもの自体は、まあ、ほとんど日本中変わんないんですよ。で、5年前と今教えてることもほとんど変わんないので、なのでその教えるのめちゃめちゃ上手い人、まあ、予備校の先生みたいなのが動画で撮って、でそれを見せますと。でそのなんか話し口も面白いしっていう人だと、その生徒が割と興味を持って見るじゃないですか、っていうので見て、ただその動画を見て理解できない子供がいた場合に、その一人一人に合わせて、これはこういう意味だよとか、どこ分かんなかったっていうので、あ、じゃあこれ分かんないんだったらこういうテキストあるよとか、じゃあこっちの動画を見てみようかっていうので、そのついていけない子供に対して一人一人そのサポートをするっていうチューターをつけるっていうの構造のがいいと思うんですよね。だから予備校ってそういう仕組みなんですけど、そのすげえ教えるのが予備校 の先生がいて、でサテライト授業みたいなすげえうまい予備校の先生がその動画でやってて、でそれについていけない人っていうのはその予備校のでチューターっていうのを用意してて、そのチューターがどうした方がいいよとかっていうのをサポートするっていう、この二重構造の方がいいと僕は思ってるんですけど、ただこれをやると教職員めちゃめちゃ少なくて済むんですよ。要はそのチューターってその大学生上がりだったりとかやるんですけど、要はその各教科の先生というのを各学校が全員雇用しなきゃいけないんですけど、で日本全体で高校が確かいくつだっけ、あれ中学か、中学が1万ぐらいあるんだっけな。なのでその1万の中学があって、で1学年にクラスがじゃあ3つあるとすると、まあ先生が書けないか、各教科でいなきゃいけないから、あでもいいのか、だからまあ1学年のクラスと教科で考えればいいのか、教科で考えると5教科教える先生が各学年にいるから、まあ最低 15？ あでも教科別に5教科だけじゃねえか、教科でいくと9個とかあるから、そうすると草27なので、多分、30万人ぐらい中学の先生がいることになるのかな？で、そこら辺の人たちが30万人の中学の先生が失業して、で、まあ、中退やる人は中退やるでもいいんですけど、でも中退を別に半分でいいよねってなっちゃうと、多分10万人ぐらい学校教職員が失業するんですよ。で、そうすると、まず文科省としては、まあそんなことやるべきはずがないよねと。要はその、自分たちの権益が減ってしまうよねってもあるし、で、文教族と呼ばれる、その、教育系の人たちに支援してもらうことで受かってる政治家ってぐらいですよね。下村博文さんとか。で、でもその、先生が半分になりますっていうと、それだけその、投票数が減ってしまうので、なので先生はできるだけ多い方がいいよね、みたいなこともあったりして、なので、効率が良い仕組みというのを文科省もやらないし、政治家もやらないので、なので、まあ、なることはないんじゃないかなと思いますけど。というわけでお疲れ様でした。